ポールスカロンは17世紀フランスの劇作家。彼の作品に通定する見た目と実情のギャップによる人物造形のあり方はフランス喜劇に大きな影響を与えている。モリエールの人物造形とも類似性がある。1610年7月10日、パリに生まれた。スカロン家は15世紀以来、放送会、在会、政界に関わってきた名家で、父親は、 パリ高等法院評議官であった。母親はスカロンが3歳の時に他界してしまったため、父親は1617年に5歳を迎えた。しかしスカロンはこの5歳や異母兄弟たちと折り合いが悪く、1629年にはママ母の意向もあって家を出て自活するようになった。スカロンはこの生活を満喫していたようで、毎日のように社交界に出入りし、 トリスタン・デルミットやジョルジュ・ドスキュデリーラと交流を深めていった。1635年にパリを離れ、ルマンの司教のもとへ赴いた。ママ母やイボ兄弟との関係悪化を心配した父親の計らいであるという、ルマンでも様々な人物との出会いがあった。画家のニコラプスさんや演劇界のパトロンとして有名であったブランャクと出会ったのはこの頃である。ブラン伯爵は、 劇作家のジャンメレやジャン・ロトルーをも庇護していたから彼らとの交流もあったのかもしれない。ルマンデの生活を謳歌していたスカロンであったが1638年にリュウマチに罹患し生涯この病気に苦しめられることとなった。シャニクサイの夜裸になって全身に蜂蜜を塗りたくり鳥の羽をつけて凍った湖に飛び込んで水鳥の真似をしたことが原因であるという。後に この病気のせいで体がひどく湾曲してしまい、ゼット先生というあだ名までつけられてしまった。リュウマチの療養先で、ルイ14世の愛称、マリード・オートフォールに出会い、気に入られている。1640年頃、パリに戻った。この時に王妃から年金を獲得したために、あだ名が王妃の病人となった。同じ頃に父親が他界し、遺産相続をめぐって、 ママ母やエボ兄弟と訴訟沙汰にまでなっている。スカロンが文芸活動に本格的に取り組み出したのはこの頃である。1643年にビュルレスク詩集を表し、文壇にデビューした。この詩集は大評判を取り、一躍有名人となった。詩人として文壇にデビューしたスカロンであったが、その直後に喜劇役者であるジョドレをモチーフにした、ジョドレ。 あるいは主人になったメシ使いと血統者ジョドレを表し、劇作家としてもデビューすることとなった。これらの儀曲は大成功し、これがきっかけとなってジョドレものと呼ばれるジャンルが生まれ、ジョドレ自身の名声はますます高まっていった。1648年には偽ベルギリウスの出版許可を取り、翌年からその出版を開始した。充実した。 創作生活を送り始めるのは、この頃からである。儀曲、滑稽な相続人、ドンジャフェ・ダルメニーを表して、大成功を収めたが、特に後者は、ビュルレスク喜劇の傑作とまで評された。同年のフロンドの乱以降、スカロンは、政治的な問題で、ジュール・マザランと対立するようになり、1649年には、年金を停止されてしまった。彼はこれに起こり、 1651年にマザランを批判するラ・マザリナードを表し敵意を剥き出しにしていく。同年9月にはロマンコミック第一部を出版した。この作品はフランス17世紀を代表する作品の一つである。同じ頃、病気療養のためにギニアに旅行しようと考えたスカロンは赤道インド協会に参加し、そこで後の妻となるフランソワーズと知り合った。 お互いに惹かれ合って、王政を重ね、ついに1652年に結婚する。この結婚は様々な憶測を呼び、スカロンは根も葉もない終文に悩まされたが、彼の家には以前に増して様々な人が訪れるようになり、一種のサロンのような様相を呈するようになった。多くの文人がここに集まったというが、しかしこのような人付き合いが家計を苦しめたようで、 次々に作品を制作しなければならなかったようである。1655年、スペインの短編小説集をもとに、悲劇的短編集を表した。この短編集に収録されている作品が、モリエールの女房学校や主戦奴に影響を与えたと言われている。1656年に、 滑稽な公爵を上演してからも、ロマンコミック第2部を出版するなど、精力的に文学活動を続けていたが、リュマチは悪化の一方をたどり、ついに自宅で1660年10月6日に息を引き取った。自分の体を変形させるほどの病気、ママ母たちとの確執、美しい妻とのゴシップなど日常生活に様々な問題を抱えていたが、 それらを払拭するように笑いを追求し続けた生涯であった。スカロンの死後も未発表の作品が出版され続けた。残された家族たちが経済的困窮から脱出するためである。スカロンの戯曲全体に通定する特徴に見た目と実情のギャップというものがある。つまり王子だと思っていたらただの召使いだったなどである。この仕掛けは何度も現れるが、 観客は実情を知っているので、客観的に舞台を見ることができ、余計に面白みが増すのである。最後の2作品は死後発表。全部で3つ現存している。2つはタイトルさえついていない。ありがとうございます。